始めていこうと思います。この時間のセッション、15時からのセッションは、AI 時代のアウトプット、二人合わせてブログ歴35年、ブロガーのすすめということで、えー、高橋翔平と海山さ,さんにお話しいただきます。まあ、ブロガーっていうと、 かいさんさん、カさんさんですね。はい。<laughs> えー、ブロガーはね、誰でもなれるけど、誰でもなれないっていう方も難しいところなんじゃないかなと思うんですけれども、そのあたりについてお伺えるかなと思うんですが、まあ、高橋さんはですね、あの、お姫様抱っこというプロフィールが非常に気になるというところとともにですね、カ、えー、さんさんの方については、えっ、ー、と、カさんさんについては、えー、ワードプレスにブログを移行されてもう16年ぐらいですね、ということなので、長く使う、もうほぼ、 バージョン一二ぐらいの時代ですか。三なってたぐらいですかね。かなり初期の頃から使われているというところで、でその辺のお話も伺えるのかもしれませんね。はい、ぜひちょっといろいろ聞いていただけたらと思います。ではお二人お願いします。じゃあ始めていきます。よろしくお願いします。えっ、ー、と僕は高橋翔平と申しまして、えっ、ー、と株式会社デジタルキューブという会社で、十去年の十月から。 働いておりますサラリーマンですでブログとしては、えー、これがですね生ビールブログとか沖縄のランチブログとか4つぐらい今見られるブログがあるのかなということでいろんなブログをやってますまあ、一旦こんぐらいではいはい。で甲斐さんはい甲斐と申します、えー、いろいろ仕事していたんですけど今は一応フリーランスというスタンスでテクノエッジというメディアの会社にメインで働いてましてあとは ワードプレス界隈の人たちがいっぱいいることでもおなじみ、オープンソースの、えー、地図サービスのジオロニアとかを、えー、業務委託でお手伝いしたり、ちゃんと、えー、スポットで PR とかマーケットの仕事もしております、はい、これ、会社のブログですかで、はい、そうですね、僕は、ね、高橋さんの手広くやってないんで、ブログはメイン1個なんですけど、一応個、個人事業って個人事業主用のサイトをですね、ワードプレスで運営してるんで、まあ、結構ワードプレスにはもう16年ぐらいずっと使い続けてるという。 プロフィールです。はい。はい。よろしくお願いします。お願いします。はい。で、今日言いたいことなんですけど、さっき、ツイッターに書いたんですけど、なんか、X、カッコツイッターって、今書くでしょ。書きますね。もうツイッターでよくないですかうん。いいと思う。なんかその、いつまでやってんだろう、カッコツイッターって。だったらもうツイッターでいいじゃんって。うん。そもそもツイッターがまだ URL ツイッターですからね。ね。それ変えたから言えよって気がしますよね。はい。本当にそう言いたいわけじゃなくて、あの、インターネットで、今の話もそうですけど、ちょっとインターネットのカオス化 うん、これどうなってんだと。まあなんかそのインターネットにいろんな情報があったりとか、X のまあごちゃごちゃして、まあ、ツイッターか、うん、ツイッターのごちゃごちゃしたこともそうなんですけど、なんか信頼できる情報ってどこにありますかとか、誰が発信してますかっていうのが、まあ分からなくなってきてるな、最近みたいな。うん、で,でね、あの、SNS が見てると、 こう芸能人の情報みたいなのが出てきて、なんとかさんは結婚してるのか調べてみました。最後まで読んだら分かりませんでしたみたいなね。そういう本当に広告稼ぎのものだったりとか、あとはいろんなウェブサイトがどんどんなんかこう広告にまみれてきていて、で、どん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 こう情報がカオスになってきてるなっていうのを、今回二人で登壇するときに、結構ここが今課題なんじゃないのっていうところを、えー、今回テーマにしたいなと思って、えー、登壇しております。 はい、元々は僕らブロガーなんで、ワードプレスのイベントなんで、ブロガーが増えてほしいっていう感じで考えてたんですけど、この、えー、セッションの資料をですね、作っていくにあたって、あれブロガーじゃなくないっていうふうなことに、 たどり着いたんで、それはまた後ろ出てくるんですけど、はいまあ、信頼できる発信者が増えてほしいっていうのが僕らの今回の言いたいこと結論ではあります。はい、終わっちゃった。はい。はい、で、まあ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 でも、そもそもブログってなんで僕らも含め、うん、続けてる人と続けてない人、続けられる人と続けられない人いますけど、続けているのかっていうのを、まあ、さっきもね、美保子さんとかも話してましたけど、うん、薄く、細くか、細く長くか、みたいなことだったら、うん、息を、 吸って吐くようにとか、ね、にでいろいろあると思うんですけどこれアンケートを取ってみましたあのブログを続けてらっしゃる方々にお願いしてこういうアンケートですえ4つのえー、っと説問があって「ブロを続けてからどれぐらいになりますか、まあ、始めてからどれぐらいになりますか」っていうのと「続いてる理由って何だと思いますか?」ってこととあとは「続けようと思ったきっかけとか出来事とあとよかったことブログやっててよかったな」ってことをあったら教えてくださいみたいな。うんで 結構これがですね、あの、47名の方に回答していただいたんですけど、あの、なんだろうな、思ったよりも重鎮というか、そうそうたるメンバーに、ね、<laughs> なっちゃって。ブログ業界の重鎮もいるし、ウェブメディアを一人で立ち上げている一人メディアの人もいるし、マーケのね、アドセンス作った人とかもいますからね、ねこの、ちょっととんでもない人たちにお答えいただいて恐縮なんですけど。いや、ありがとうございます、はい、本当に。 でちなみに、ここ今いる会場の皆さんの中で、ブログをやってる人、今も続けてるよって人いますあ,あ、意外と多い。なだったより、ブログやりたいんだけど続かなかったとか、やってみたいけど手を出せないみたいな人います一言 やっぱ、手の上げ方は、ブログやってる人って言ったらーンあるけど、ちょっとブログやっちゃったけど続かなかったって人<え>みんなこうやって上げますね。<laughs> その例のやると多分手上げられてない人もいるかもしれないですね。そうですね。うん、やってみようと思ったけど、うん、みたいな。まだまだっていう。はい。っていうことは、まあまああるんですけど、で、取った結果、ブログを始めてからどれぐらいになりますかっていうのをやった結果、一番下ちょっと見づらいかもしれないですけど、10年以上の人が85%だったんです。さっきの40%。やばい数。で、47人とって、 一人、三人、三人、四十人ですからね。それで、やばい数字。これどうやら、ブロガーとかブログって、もう演歌だなと思ったんですよ。<laughs> もう、若い人が飛びつくもんでもないし、<laughs> ずっとやってる人だけで、 しかも辞めなかった人だけが残ってるメディアだなと思って、うん、皆さんブログ始めませんかブロガーになりませんかとはとても言えずに。もうちょっとね、怖くて言えなくなりましたね。<laughs> ちょっとまあ、もちろん僕らがこれ声かけたアンケートなので、僕らの知り合いだかが答えるとこうなるっていうことは多分あると思うので、もしかしたら最近始めた人も多分いっぱいいらっしゃると思うんで、あくまで我々長く続けてる人たちの界隈の ちょっと少し偏った数字としてバイアスが、ねはい、あると思う。大あると思うんですけど。けど、それにしても、みたいな。はいうん、で、ちなみに、アンケート答えていただいた方で、えっ、ー、と、アメブロの方は誰もいませんでした。ね、これは僕らのね、うん、あの、つながりがないって言ったりかもしれないですけど、意外とだからアメブロとかやられてる方は、3年から10年の間ぐらいの方いらっしゃるんじゃないかなって気はしてます。雑感です。はい。はい。個人的な主観です。で、まあ、ここはそうで、次が、 えー、ブログを続けてる理由、続いてる理由っていうのを聞いたところ、えっ、ー、と70、70%以上の人が活動履歴、ログを残せるからっていうことで、先ほどみほじさんのお話にもありましたけど、自分のために書いてるっていうようなことなんじゃないかなと。それで後で検索したりとか、あ、こんな時ってこうだったんだっていうのを振り返るために書いてるようなことが70、70%の人が続けてる理由、続いてる理由じゃないかなっていう話でした。これだから逆に言うと、 残せるからやってるってことは、もう続けられる人しか続けてないってことですよね。もうもはやね。<laughs> ね。もう割と身もふともないアンケート結果になっちゃったと思うんですけど、これに関しては。はい。あと、アウトプットが好きとかね、うん、その創作制作活動が好きとか、あとは、 今回のワードプレスのコミュニティですけども、そのコミュニティが好きだから、僕の場合はビールっていうものが好きで、そのビール屋さんを巡ったりとか、ビール飲んだりが好きなんで、ビールのブログやってたりすると、そのビールのブログのオフ会とかイベントで会う人にまた会って繋がったりっていうことがあるような形なんで、まあ、そういうのがいいなと思って続いてたりもしますという感じですね。あと下の方にはですね、あの、なんとなくって人もいますし、呼吸のようなものだからとか、やっぱりあの、意識せずに続いてる人もいっぱいいますね。 うん、これから続けるためのコツですらないんですよね。もう続いている人たちの、もうちょっとしたもう生存バイアス的な数字で終わるので、本当にご参考にという感じなんですけど。はい。まで、まとめると、この人たちはログを残せたりするのがいいのと、あとものづくりが好きだったり、テーマがコミュニティが好きだったりとかっていうのがあったり、あとは、ね、誰かのためになったっていうのの実感で、例えばそのコミュニティで まあ、ワードプレイスもそうだと思うんですけど、コミュニティでのイベントで会った時に、あ、いつも見てますとか、あれで役立ちましたとかって言われてすごい嬉しくて、あ、だったらやろうみたいな形で続いてる人も多かったのかなという感じです。で、次、えー、ブログを続けることになったきっかけとか、あと続けててよかったっていうのが別に数がバー取れるわけではないんで、ちょっといくつかの 先ほどのはあの選択式だったんですけど、こちら自由記入でいただいた回答なので、その中である程度、まあ、こういう傾向があるなというのをピックアップしてまとめてみました。はいはい、これね、最初がだからつながるっていうキーワードなんですけど、今日のだから実行委員長の話もコネクティングドッツありましたけど、要,要はつながるっていうのは結構大きくてで、ブログやってなかったら出会わなかった人が、ね、いっぱいいますよとかあの、今も言いましたけど、リアルの場で読んでる人に会ってこう声かけられたとか。 もしくは、あの人ですよねみたいな感じでやっぱ声かけられてつながってとか、あとは、なんだろう、まあ、仕事がつながったりとか、人だけじゃなくてですね、っていうのもあるんで、そういう形でのなんか実感がね、うん、ここもそうですね、そうですねブログで、うん、あの知り合ってますし、このセッションもブログやってだから、ここに立ってるし、皆さんが聞いてくれてっていうのがつながりになってるみたいな。うん、元々僕がブログ始めたり言って あの飲み会の無駄な時間をすっ飛ばしたかったんですよねううですか久々,久々に友達だったり多分同級生とかで会うときに大体2時間最近何やってるって話で終わっちゃうんですよ本当に話したのはその先じゃないですかうん、うん、でもブログとか SNS とかやってると「なんかこの間なんか面白そうなの買ってたね」とか「この間行ってたお店どこ?」って言ってその自己紹介から先にやっと進めるっていうところで,でブログとかがもうちょっとあの流行ってた SNS がそこまでじゃないブロガーの時ってみんな友達のブログ読んでたんで 話が早かったですよね。まあ今も SNS やってる人がそれは近いところあると思うんですけど。だからそのつながり。上でそのつながり続けられるみたいなね、うん、ところがあると。で次、誰かのためになる。うん、これ結構ねさ、重いというか、まあ闘病体験談を同じ表情の人が見て参考にされるとか、もしくは励まされるとか、うん、あの自分だけじゃないんだと思って生きていく力になるみたいなことだったりっていうこともありますし、あとは、 製品のレビューをしてメーカーの人が読んで参考にしてくれたりとかっていうところでやっぱりあれ良かったですとかためになりましたって言われると人に役だ人のために役立つのって結構こう、承認要求が満たされるって言い方はね、あれですけど嬉しいもんですよね、素直に、うん。あとこれあの先天的なそのものと後天的なものがあると思っていて自分は別にためになると思ってなかったのに書いたら意外とためになったみたいなことがすごい結構あるんですよね。あの先ほども一つ前のステーションで三好さんとかがあの おこなめきとしろがんの話とかしてましたけど、みんな当たり前に思ってるからみんなこんな当たり前でしょってことが意外にブログとかで発信してみると知らなかった勉強になりましたみたいなことがあるので、これ書いてる人たちも多分読んでもらいたくて書いてるというよりは自分のメモで書いてたら実はすごい喜んでもらえたみたいなことは書いてみないと起きないメリットかなと思いますね。はい。 あとですね、リアクションが、だから、これも近いんですけど、リアクションが嬉しいみたいんで、僕ちょっとこれ、あの、ネタフルの小暮さんとのやりとりで、おおって思ったから抜き出したんですけど、なんかその、ブログとお客さんはコールレスポンスだよね、と。で、あの、エンゲージメントとか、アクションとか、そういうのい、 なんかなんかデジタルマーケティングの界隈ではそういうふうに言いたがるけど、小暮さん的にはコールレスポンスだよね、みたいな。あ、その言い方いいですね。何かを発信してそれに対して返ってくるものがレスポンスだから、コールレスポンスいいっすねって言ったら、最後に、そこはステージだからねって返ってきてかっけえと思ったんですけど、<laughs> まあ、そんなのも、だっと吐けるんだ、みたいなね。うん、で、そのリアクションで、まあ、なんだろうな、へいよーって言ってこうやって、よーって帰ってきたら、こっちも嬉しいんですよね。 で、向こうも嬉しいし、って、そのやりとりをどん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 してって、和をでくしていくみたいなのが、嬉しいなぁ、みたいな。なんかありますうん。いや、でもやっぱりリアクション嬉しいですよね。逆に言うと、リアクションゼロのブログやってる人はものすごいと思います。メンタル。たまにいますけどね。<laughs> うん、やっぱり、書くからには別に読んでほしいまではいかないんですけど、やっぱなんかリアクションが欲しいっていうのはすごくあるんで、っていう話もね、ちょっと後半でできたらと思うんですけど。<laughs> はい。鈴風真世さんが、ずっと青空の写真上げてるブログとかありましたよね。うん、<laughs> それはもうブルースカイであれって気しますね。<laughs> <laughs> で次あと有名になる、あのー、これだから続けてた理由まあ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 嬉しかったことでもあるんでちょっとこの辺からほんと個人の感想感が増してくるんですけどお店行った時になんかそのお店の人が「いつもブログ読んでます」とかあ「来てくれたんですね」って言われて嬉しいとか、うん、飲み会とかで「ファンなんです」って言われて嬉しいとかそれがまあモチベーションになるみたいなねこれありますありますますす僕日日本本酒酒が好好ききなんですけどすごい好きだった日本酒の蔵が 背後あの潰れちゃったっていうのでショック受けてブロック書いたらコメント欄に「ありがとうございます」って匿名の人が来て IP アドレス見たら新潟の人で「これ絶対そうだな」って「<laughs> <laughs> 後日お会いする機会があってあれそうコメントそうですか?」って聞いたら「そうです」すごい嬉しかったんでコメントしに来ましたって言われて僕中の人に繋がったりもできますからねコメントをしてくれた人がいて「あの人かな?」と思って「あれですか?」なんとかた 書いてくれましたって言ったら、うん、いや知りませんって言われて、恥ずかしいしたことあるんです <laughs> 恥ずかしい。空振りのパターンですね。うん。で、次、儲かるかっていうね。はい。で、結構ね、だから、単純にアドセンスとかアフィリエイトで儲かるというよりは、あの、そのブログを書いたことがきっかけで次の仕事につながったりみたいな話の方が多いかな。うん、うん。これ一番最後の人がすごいですよね、これ。あこれ、匿名の方だったんですけど、うん、作業時間ゼロの月でも5、6万の収入って、 ちょっと教えてほしいですね考えられないですあの去年の秋に Google のアルゴリズムの大変な、ねうん、変更がありましてそ、ね、Google ってその検索順位の中、えー、をよく変えるアップデートをすぐやるんですけどここ10年ぐらいで多分一番大きかった変動がこの去年の秋に起きていてその,あのコンセプトな Google は言ってないんですけど明らかに個人サイトが検索に出なくなる企業サイトが上に出る。 で特にディスカバーって言われる、そのみんなにお勧めしてくる機能に個人ブログがほぼ出なくなったっていうことが起きてで、結果としてですね、あの、個人ブログやってる人の PV がもう半減とか、10分の1とか、そういう状況になっているっていうのが今現在ですね。僕、2023年の1月のアドセンスの収入と、今年の1月のアドセンスの収入を比べると9、9%まで落ちたんですよ。だから、1万円だったものが900円になったぐらいのインパクトで、うん、あの、 それだけをだから目的にとかモチベーションにやってたら絶対もうやめるだろうなっていうか見たくもねえみたいな、うん。<laughs> だから個人ブログですごく、あの、それを仕事にされた方結構いらっしゃるんですけど、年収半減ぐらいのインプットですかね、うん、これ。普通に、うん、年収よりもやみますよね。うん、ずーっとアドセンスみちゃうみたいな。うん だからね、まあ、儲かるかって言われると儲かる方もいらっしゃるかもしれないけど、去年の秋以降はだいぶみんなすていんじゃないかない。でね、ああまではもう結構やってたら儲かるよと言えたんだけど、去年の秋からちょっと儲かるとは言えなくなったかなっていう時代が来てますね。これがいつまで続くかわからないですけど。うん。はい。で、なのに、なんでブログを続けるんだ僕たちはっていう話になってくるんですけど、やっぱりつながるっていうことなんですけど、そのつながりの、 作り方みたいななことなんですけど何かやる。まあ今日例えば登壇する。登壇しましたよっていう、えー、記事を書く。で、その記事を見てくれた人が今度こういうイベントあるんですけど、これも登壇してみませんかとかしませんかってくるみたいな感じで、どんどん発信したことを起点にまた新しいことにつながっていくみたいなことが、今のイベントのことでもそうですし、人とのつながりもそうですし、これはどん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 ぐるぐる回ってスパイラルが大きくなっていくみたいなのがあって、それが一番の楽しみかなって。だからそれで 一言で言っちゃうとやっぱ繋がるっていうことがもうほんと今日もセッションいろいろ見てて繋がるってみんな言ってるんですけど、うん、発信をすることで繋がるし発信しないと繋がりようがないみたいな存在してないわけですからねインターネットで発信してないってことはリアルではもちろん繋がれるんだけどインターネットで繋がるっていうのは発信しない限りゼロになってしまうのでこれ後半のキーポイントになってくるんで、うんうん、あの発信しないってことはいないのと一緒みたいな話、うん、これ AI の話に繋がっていくんですけど、ま 後で。で、はい、えー、じゃあ、SNS じゃなくて何でブログなんだっていう話になってくんですけども、まあ今日はワードプレスのイベントなんで、一応いいんですよ。ブログじゃなくて SNS でもちろんきっかけとしてはいいんですけど、まあでもねっていうところで、ブログをおすすめする、ブログがいいんじゃないって我々が思う理由、それはまあこの3つなんですけど、まず、表現力の高さ。えっと、 例えば写真をドーンって出して、キャプション1個だけパッて書いて、それで自分の発信はこれだけにしたいんだよみたいなものとか、あとは、何ですかね。なんだろうな、だからテキストだけでやりたいんだとか、もしくは、っていうそういう形とかっていうのをプラットフォームに制限されずに自分の好きにできるっていう表現力の高さ。それにもつながるんですけど、まあ自分だけの場所、なんか広告を入れても入れ,入れなくても別にいいですし、 よくわかんない隣の人のこうブログが下の方におすすめで表示されるみたいなところがいい人もいれば嫌な人もいると思うんですけどそういうことがなくてまあ自分でリンクを貼れば別にそういうのもできるしっていう自分だけの場所にできるってこと SNS は読まれな、はいこれやっぱ気軽にみんなやっぱ今ね i t t e r とか Facebook 投稿してると思うんですけど必ず読むっていうのがもう難しいメディアですよねそのフォロー数が少なかったら整理するかもしれないけどでも Twitter も Facebook も結局ランダムとかアルゴリズムで 例えばフェイスブックなんかだとリンクを貼るとみんなに出なくなるみたいな余計なアルゴリズムだったりするのでせっかく書いてるのに読まれないっていことが昔はなかったんだけどここ最近の SNS がもう情報が多すぎてどんどん勝手にまとめ始めてきてるのでなんか自分でツイッターで発信してるのになんか友達になんかその話知らないとかやっぱ言われちゃうんですよねブログの頃はやっぱそれがなかったんですブログは必ず読んでたから、うん、やっぱ SNS は気軽に発信してるんだけど届く人と届かない人がすごいどんどんバラバラになってきてるなっていうところはありますね うん、で、次。じゃあ、ブログはいいけど、なんでワードプレスなのかっていう話で、うん、これ、ワードプレスのよしあしの話でもあるんですけど、まず、ワードプレスっていうのは自分のスキンできるんで、デザインも、まあ、なんだろうな、仕組みも、うん、自分のホーム、自分だけの場所っていう認識ではあります。例えば、ハテナもそうだし、ノートもそうだし、アメブロもそうですけど、プラットフォームで書くっていうのは、テナントを借りるみたいな感じなんで、 なんかその人の流入とか人の行き来っていうのはすごい多い場所にお店を出せるんだけど、例えば、えっ、ー、と、建国記念日なんで休みますってそのテナントに言われちゃってなってるか、えっ、ー、と、親玉に言われちゃったらそこ休まざるを得ないみたいな、メンテナンスですとかって言われたらもう今あんまないですけどね、あの、自分のどうしたいってその日誕生日だから更新したいのにみたいなことはできなかったりもするんで、そういう意味でまあ借りてる、どうしても借りてる場所なんだよみたいな。 ただ、人の流れはゼロではなくて絶対一定量はあるんでそこで目立つことはできるけどねみたいなところはあるかなと思ってますな,なんでいきなり自分だけの場所をボーンって作ってもそれをどうやって人に知らせてどうやって来てもらうのっていうのは結構大変なので最初、まずは、ね、プラットフォームで書いて、うん、ある程度流入が見込めるようになったらっていうのも全然ありだと思いますしだからよしあしじゃないですからね。あの好みの問題と あの、始め方の問題に近いとこあるんで、僕も最初は、これプラットフォーム系のブロックからやっぱ始めとしても楽ですしね。うん。で、あとはさっきのアンケートで、うん、ログを残したいとか、創作活動が好きっていう人にしたら、やっぱりこう、プラットフォーム側の何かを押し付けられるよりも、もう自分が自分のログを残したいんだから、自分だけの場所で書いてればいいじゃんっていうところもあるんで、そういうところに同意できる方は多分、ワードプレスの方がいいんじゃないのかなと思いますし、僕らはそれでやってるみたいな。はい。はい で、最近思う、ブログへの回帰っていうね。はい、はい。ちょっと1個目くと言でて,てクラフトインターネットみたいな話がですね、これまだごく一部でちょっと話題に、ブログやってる人から話題になってたんですけど、要はそのインターネット、さっき言ったインターネットがどんどんカオスになって、SNS もどんどん、あの、よくわからない情報が増えてきてる中で、こう、クラフトビールみたいな感覚、あの、量産したビールのようなものよりも、ちゃんと手間暇かけて作ったインターネットっていうのがそろそろ大事になってくるんじゃないみたいなことがちょっと一部で言われてて、 で、結構ブログ長くやってる人とかは結構、あ、そうだよねっていう。ちょっとムーブメントが少し起き始めてるかなという気がしております。はい。これも後半の終盤化のキーになってくる考え方ではあるんですけども。ね<で>、はい、似たような話がまあいくつかあったら、これ静かなインターネットっていうサービスご存知の方いらっしゃいますかね。あの、ね、あの、ブログは書けるんだけど、一切 SNS とかに出ていかない。 で有料プランすると、発て分も拒否できるっていうです、ね、で <laughs> すげえ面白いんですけど、書きたい場所あるけど、別にみんなにそんなに見てほしくない、ただただのきあの自分の言いたいことを書いてで、見てくれる人だけ見てくれればいいんだよっていう、なんかそういうインターネットあり方、もうちょっと、あのここ最近、どんどん SNS がカオスになってくる、その反対のムーブメントして起きてきてるかなというふうに思いますじゃあなんかね、はいあの、密度を上げるというか、うん、なんていうんですか、濃度を濃くするというかね、そういうのができると。 あと、これね、あの、レイリーポータル Z っていう、あの、ウェブメディアがあるんですけど、ここがですね、今年の初めに、今こそリンク集だろうっていうことを言い出しまして、もう SNS で流れてくる情報じゃなくて、俺たちがおも、面白いと思ったものを並べていく。で、これも結構近い話だなと思っていて、どん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 情報がカオスになっていく中に、信頼できる人から出てくる情報はやっぱ信頼できるよねっていうところで、やっぱり発信者にどんどん注目が集まるっていうことが、もう今、 ちょっとずつこの2024年のねトレンドになるんじゃないかなというふうには個人的に思っておりますね。はい。でですよ。ここそうはそうね、わかったわかったっていう感じだけど、うん、でも書けないじゃないですか。書けないんですよ、こっちはと。いう話かなってなってて、これですね。すね書くことがないし、何書いてるかわかんないし。で、なんか、 忙しくて続かないいんすよみたいなだいたいブログを続かない人の悩みを聞くとだいたいこの3つぐらいに集約されるかなというふうに思っておりましてでもなぜ我々はだらだらと続けているのかっていうところをこの後お話ししていきたいと思うんですけどまずはでも書くことがないっていうところをちょ掘り下げますけど、はい、これ書くことないって言ってるけどその実はさっきのね美保さんの話もそうですけど実はあるんじゃないっていうのがあって。うん まあ、SNS で発信してるんだったらそれに何か付随したこととか書けるんじゃないとか、うん、自分はこんなことを言ってもつまんないなとかみんな興味に合いだろうなと思ってるけど意外とそうでもないんじゃないとか、うん、あるんじゃないかなっていうのは、うん、そう視点としてはねだから書くことから少しずれるように思うかもしれないですけどスマホで写真撮ってない人いないいい人と思うんですよ、ね、もう写真撮っていることも実はすごい大事なインプットでアウトプットでもあって。 で、例えば、近所のなんか、ただの景色を上げて、その自販機がなんかちょっと面白かったとか、なんか、ゴチ達辻が面白かったら何でもいいんだけど、実はそういうのって本当は、本人気づいてないけど、周りからさ、全然面白いことになりうるっていう。鈴風迷子がね、うん、青空だけ上げてるそれブルースカイでやってほしいですよね。い<や>ね <laughs> はい、うん、じゃ次いきます。はい。<laughs> で、書いても続かない。これだから、あの、これね、やっぱ、なんかレスポンス、コールレスポンスのレスポンスがないと、うん 何のためにやってんだろうなって考え始めちゃったりするわけですよ。元気ない時に風邪ひいた時とか。うん、でそうすると、もういっかなみたいな。で、風邪ひいてるし、今日は更新しないし、もう明日もいっかみたいになってやめちゃうみたいなことはあると思うんですよね。うん、で、これどうやって解決できますかねまあでも一つはやっぱ SNS の連携だなと思っていて、やっぱ SNS だとどんどんカオスで届かない可能性もあるんだけど、やっぱ書くからには Twitter とか Facebook にちゃんと乗っけて、 え、見てもらう可能性を増やすっていうのと、あとそもそもやっぱフィードバックくれるのは知り合いなので、うん、友達に読んでもらうのが一番大事だと思うんですよね。だから友達同士で紹介し合う。だブログ仲間を作るとか、かワードプレス関係しちゃったらワードプレスコミュニティがあるので、その中で繋がるだけでね、フィードバックは来ると思うので、やっぱり続くきっかけとモチベーションはやっぱりもうフィードバックがあるかないかと思います。もうここはお金よりもそっちだとは思いますね。そうですね。うん、確かにで。続いて、 書くのが難しい。これね。なんか、だ書くっていうことに対する、うん、あの、ハードルって、小学校の時に作文とかを褒められたり、褒められなかったりするようなところから、うん、得意と不得意とかね、始まってるんだと思うんですけど、僕は例えば絵がめちゃめちゃ描けなくて、苦手というか下手だし、下手馬でもないから、なんか下手で笑える人いるじゃないですか。 なか何これみたいな。それもなんなくて、ああ、みたいな。うん、そういうものなんですけど、だから写真を撮るんですよ。写真だったら綺麗にできるし、うん、ちょっと加工したら褒めてもらえるから。みたいなように、書くことが難しいなら別に書かなくてもいいんじゃない今だと。写真に一言で全然ね、十分情報発信になっていると思うので、でこれ、さっきその、SNS とかでも結構書いてる人いるけど、ブログ書かない人がいるっていうところの、実は一番の大きな違いは、タイトル問題だと思ってて。 ブログあればタイトルつけるの疲れるんですよ、うん、なんかいいこと考えなきゃってでやっぱり SNS は写真上げてポンと一言で書いたらもうアップできるじゃないですか Facebook、うん、も Twitter も写真とテキストだけで。 これね、タイトルつけるっていうのがハードル高いんじゃないかなって僕はちょっと思ってますね。はい、そこで AI の活用です。うん、はい。ここから AI の話。AI セミナーっぽくなってきましたい、ねね、<laughs> きなりこの AI の入り方は大丈夫はい。<laughs> はい。まあタイトルもね考えてくれるし、うん、そもそも AI がブログ書いてくれたりするっていう話なんですけど、うん、まあそういう AI ツールを生成 AI を使っていきましょうよっていう流れに今からなっていくんですけどね。これ例えば、うん、おっと飛んじゃった。ち前ですね。あの、神は細部に宿るっていうのの言葉を調べた 調べたいなと思ってじゃあそれをブログ調にしてもらえないかなと思ってチャット GPT に「神は細部に宿る悪魔は細部に宿る」っていずれに言いましてもあるけどもど,どうなのみたいな2,000文字ぐらいでいくつかの1000点作って記事書いてっつったらこんぐらい出てくるんですよ。なんでまあブログ 何でもいいからブログ作るんだったら、こういうことでも別にいいし、うん、これを読んだ感想をじ自分で思ったこととか書いていけば、もうそれで一個のブログにはなったりもするんで、まあこういう使い方でもいいですし、自分が思ったことをバーって並べてって、それに対して何か質問あるみたいなことを聞いて、うん、それに対してまた書いてっていうやり方でもいいし、結構先生成 AI 使うと書けないと思ってる人も書けるんじゃないのかな、みたいな、うんそうそう。これ多分見てる人の中で、そもそもこの左の文章書けねえよって人もいると思うんですけど、<laughs> これも過剰書きでもいいですからね、本来は。過剰書きで、なんか、このキーワード使ってなんか書いてくれっていうとやってくれるっていう。で、ご存知の方いらっしゃるんですけど、ワードプレスもね、今、AI アシスタントの機能実験的にやっていて、まあまあ近いことをできるので、あの、自分で一から書くの大変なんだけど、人が書いた文章だと文句言えたりしやすかったりするんですよね。だまずは、あの、下手くそでいいから、 チャット g p d とかワードプレスの AI アシスタに書いてもらって、でそこから自分の好きな文章にやっていくっていうのも、その書くのがちょっと大変というハードル下げるにはいいツールかなと思いますね。はい。続いての AI 活用は、音声を書き起こす。うん、もう音声でいいんじゃないかっていう。あの、文章を書くのが苦手な人でも、喋れない人はほとんどいない。喋るのが苦手って人はいるかもしれないけど、会話ができない人はほとんどいない。そのもちろんね、その、ハンで持ってる人が別ですけど。なので、もう一層のことを喋っちゃう。 最近のあの、LINE の、うん。クロワーノート。そう、あれすごいですね。うん、なんか、四五人で話してる時も全部話者を分けてくれて、テキストで吐き出してくれるんですけど、精度も高いし、うん、最近もすごい精度が上がってて、もうちゃんとしたこんなマイクじゃなく、なんかスマホこの辺に置いといて、わーっと喋ったやつでも、結構いい感じに文字を起こしてくれるんですよね。なので、なんかこう、一日のメモとして、今日なんか、一日朝起きて、昨日の振り返りでもいいし、今日寝る前に一言でもいいし、なんか二三分ぐらい喋ると、 結構な文字量になるんで。これね、ポッドキャストと、これポッドキャストの各サービスなんですけど、ポッドキャストで2、30分喋ると、もう数万文字とかになるんですよ。うん、もうちょっとしたね、あの、本ができるぐらいの、なるので、もう一層のことを、まあちょっとこの、喋るのもちょっとで、ね、ハードルはあるんですけど、一層のことを話してみて、それをテキストするともありかなと思う。でさらに一層のことを、うん。もう音声でいいんじゃないっていうね。もうブログはどこ行ったんだって話なんですけど。まあアウトプットってことに関して言えばね。うん 今時は、あのー、スポティファイとかもそうですけど、どんどん音声がもうテキストと一緒になってきてる時代になってきていて、音声動画編集とかもう全部テキストを書き起こして、それで編集ができるようになってきてるので、もうもはや音声をインプットしてアウトプットテキストってやり方も全然。で、合わせて音声もテキストも両方アウトプットするっていうのも、そういう時代になってきてるかなと思いますね。あ、ともう一つちょっと違ったアプローチ。これ iOS のジャーナル。iOS の、はい、ジ,ジャーナル知ってる人使ってる人使ってる人はい。 これどういう機能かっていうと、はい、iPhone だけの機能なんですけど、iPhone 使っていると、その日に撮った写真とか、あとは歩いた距離とか、位置情報を記録して、適当にもテーマを紹介するんですね。で、ジャンルとしては日記アプリです。なので僕はこれ今日の散歩なんですけど、昨日ちょっと京都に行ってたんで、京都行った時の写真がバーっと上がってきて、その時の地図とかが載っていて、で、これになんか一言加えて日記にしませんかで、この日歩いた歩数このぐらいですよっていうのを提案してくれるっていう。なんでマクドナルっていうんですか、京都まで行ってる ええとですね、カービーが欲しかったからですね。はい。ハッピーセットのカービーが欲しくてマクドナーで行きました。カービーの写真ないじゃないですか。うん、外れた感じです。<laughs> あ、そうなんだ。<laughs> あの、ちょっとね、あの、目的のカービーが来なかったんで。はい。目的のカービーが、はい。<laughs> で、これ本当に最近出た機能なんですけど、これ本当にね、ブログの革命的な機能だなと思っていて、後半そういう話もしたいんですけど、あの、ワードプレスは本当こういうことをやるべきだなと思っています。もっと、書くことに対してそう、ハードを下げてくれるという意味ではものすごい良い機能だと思っていて、 ただ僕はアンドロイドユーザーなのでアンドロイドでこの機能が欲しいなと思っておりますはい確かにね、はい、で AI 時代の、まあ、AI 時代の今、えー、と生成 AI を使ったり AI を使ったサポートの話だったんですけどじゃあ AI がもうサポートしてくれて当たり前の時代にこれからどうなっていくのかっていう話なんですけどこれこの間の日経クロストレンドの記事なんですけどアウトプットの質はひたすら低下していくっていう記事で まあ、いろんなところでいろんな情報を目にする。そのワードサラダみたいなのも10年前とかにあったし、今さっきのお話のあの芸能人は結婚してるのかみたいな話もそうですけど、どん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  AI が文章だったりそういうのを作れることにより、量は増えたけど、質はバンバン低下してるぞみたいな話なんですよね。で、なんでそうなるかっていう話でもあるんですけど、うん、あの、AI が 生成した文章を AI が食べて、それを参考にソースにして、また AI がソースを出すというか、あの文章を出すみたいな感じになっているのが現状なんですよね。で、僕らとしては、何が知りたいかっていうと、AI が作った文章とか、別に意外と知りたくないというか、これさっきのクラフトビールとかね、クラフトの話になってくるんですけど、こう、なんていうんですかね、そううの、工業的なインダストリアルな、 ものを吸収したいわけじゃなくて、本音が知りたいというか、本当のところを知りたいのに、そういうのはどん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 今薄まってる状態になってると。で、じゃあどうやったら、その、濃さを上げられるかっていうと、我々人間が、ソースの一時ソースになるっていうことしかないのかなと。だからみんなが、えー、写真は撮ってますよね。だからね、スマホで。で、その写真を、 Google のとこにストレージ上げたりとか、いろいろ勝手に、あの、クラウドに上がって、それを AI がまた吸収してるから、写真の精度はこれから AI が作るものはどんどん上がっていくと思うんですけど、じゃあ文章はどうでしょうとかう、ね。だからこの先、その SNS がカオスみたいな話をしたんですけど、AI がどんどん普及してくると、多分 AI でよりカオスになっていく。もう、人間、じゃ書いてんのかみたいな文章がどんどん増えてきて、どんどんこう、いい情報が減っていくと思うんですけど、じゃあ、だったら、なおのこそ、こう、面白い情報って、 むしろニーズが出てくると思うんですよねちゃんと人が書いたこの人が書いた別に書かなくてもいいです別にチャット GPT の文章でもいいんだけど最後に出す時にちゃんと自分の視点で出すっていう情報が多分ここから結構ね注目されてくるんじゃないかなと思うしさっき言ってたねそのインターネットに上半身しないとインターネットに存在しないも一緒ってことが多分 AI の時代どんどん AI に埋め尽くされていく中で個人でどんどん情報を発信していかないと本当に埋もれていってしまうなっていう。 時代が来るかなと思いますね SEO 対策とかでもそうだったんですけどあのその AI だったり機械だったりっていうのは人が書いたものを読んでそれを編集して出すっていう感じだったりしたんですけどこれからって人が書いたものを AI が読んでその AI が書いた情報で人が動くっていう時代になってるんですけど果たしてそれで大丈夫かしらみたいな。うん、なので僕らは発信者が増えてほしいみたいな。うん ところに行き着いたというか、になったんですけど。あの、本当にお米焼きを白ご飯食べるのは僕は知らなかったですからね。<laughs> えっと、<laughs> ちなみに知ってますかあの、卵かけご飯、卵、混ぜる派、混ぜない派って両方入れてします。えっと、卵かけご飯どっちですか絶対混ぜるでしょ。混ぜない派結構いるんです。これ、あ日本でアンケートを取ると、なんかね、3分の1ぐらいに分かれか混ぜる、混ぜないと分離して食べるみたいな。これでもこんなん調べなかったら誰も知らないでしょう。知らない。 でこういう当たり前に思っていることをふっと言ってみると意外となんかで、ね、他の人に伝わったりするんですよ。それ AI の嘘じゃないですかうん,うん。d ー Portal ー Z が調査したから大丈夫です。<laughs> 間違いない情報です。はい。それで、まあそういうソースがっていうの、人が欲しい、なんていうの人が、人のことを知りたい。そのための一時情報を出してほしいっていうところもあるんですけど、もう一個あって、あの、今後の情報でどうしてもでも AI から出てくるものになるんですけど、 そこに情報発信をしていないと、その発信してない人はいないのと一緒なんですよね。機械にとって、AI にとっては。だから、まジモブキャラみたいな、うん、モブキャラですらないかもしれない。っていう風になっちゃうんで、自分がここにいるよっていうことを、なんだろう、トントンと細い光でも打ち続けて、発信して光っていくことによって、そこがそこやって認識される。もっと言うと、これね、うん、思い、なんていうの、思い上がりなんですけど、うん 僕あの「美人ビール」っていう生ビールブログっていうビールのブログで美人がビールを飲んでる写真集っていうのを多分10年ぐらいやってたんですよ今の時代なかなかのねタイトルのブログですけどねでも昔もそんなの名前と顔出しでやってましたねっぱ出てくれるってことがその時なかったんですよで美人時計っていうサービスでなんかみんなあありましたねあインターネットに顔出ししても平気なんだみたいになってそこからできるようになったんですけど今また逆の意味で 美人って何すかみたいになるもんね。うん、<laughs> で、いや、それ置いといて、そういうのをいっぱいやってたんですけど、最近、なんか子供も生まれて、ちょっと家族の目もあれだから、そういうのはやらなくなってたんですけど、うん、ちょっとえ生成 AI で遊んでみようと思って、美人がビールを飲んでるみたいなのを、うん、なんだっけな、あれはなんか作ったんですの生成 AI の、画像生成 AI でクリエ。マイクロソフトのクリエイティブなんとか、うん、とかでやったんですけど、そうしたら、 俺が美人ビールで撮ったみたいな写真が出てくるんですよ。うんうん、これ俺、俺から、俺のコンテンツ食ってねえかみたいな。ああ、難しいもん思い上がりですよ。でもそういうことがあるという可能性はあるじゃないですか。とすると、自分がこういうものが好きだとか、こういう世界にしたいっていう発信をして AI に食わせてったら、AI はそんなもんかなと思ってそういう情報を発信するかもしれないから、<ー>なんか、美味しい日本酒が飲みたいと思ってる人は、 うん。日本の情報をどんどん出した方がいい。そうですこういうことが美味しさなんだとかっていう情報を発信していったら AI がそれを学んで AI もこういうことは美味しさですよっていろんな人に伝えてくれるようになるかもしれないんで、そういう意味で違うな、うん、思ってたのと。実際その AI 来る前の検索時代もそうだったじゃないですか。ブログで好きな情報をどんどん出していくとその情報が世の中に広がってきて、実は日本好きな人と繋がったりことができてくるので。 やっぱりこう、で、それを今ほっとくと AI が勝手に作ってくれになっちゃったから、でも AI は新しい情報を生み出さないので、今のところ。うん、あるものをまとめてくることはできるけど。で、さっきもちょっと話したんですけど、<laughs> AI が出す情報に絶対的にないのが本音なんですよ。AI に別に本音なんかないじゃないですか。僕らが出す情報には本音も建前もあります。AI が出す情報は、まあ、建前って言っていいのかとわかんないけど、もう工業的に生み出された言葉だったり、 僕らが本当に欲しいの、本当にとか、まあ、僕らが欲しいのでどっちでしたっけみたいなここで話を聞いてるのも、この話を要約して、えー、800文字でまとめたんでどうぞなのか、<laughs> やっぱこう話しててあいつ何言ってんだろうみたいなことも含めて、<laughs> あの、本音を聞きたいからこうやって集まってるとは思うんで、その、なんだろうな、今までいろいろこういう、なんだろうな、 ワードプレスとかの集まりとか何でブログをやるのかっていうのはつながりっていうのはキーワードだったと思うんですけどこれからはもうちょっと踏み込んで本音っていうところがどこにあるのかとか本音をどう表現するかとかどう伝えていくかみたいなステージになっていくのかなと思ったんですけどもうほらステルスマーケティングみたいなのがどんどん駄目になっていってで今ねちょっとインターネットでいろいろ騒がせてるその事件とかも、まあ嘘ついたり人に悪いことしたり がもう許されない。もともと許されなかったんだけど、それが当たり前にちゃんと許されるようになってくる世の中になってきてる中で、やっぱりちゃんと本音で話せることをきちんと伝えていく、それがちゃんとインターネットに情報として出てくるって、周り回って僕らにもいいことだし、隣の誰かのためにもなると思うので、僕たち、そのずっと十何年もやってるのはやっぱりここなんですよね。自分の思ってる本音をインターネットなり隣の誰かに届けたいためにずっとやってるので、そういうところにブログ始めたいけど続かないみたいな人が、 もうちょっとに、本当に写真に一言でいいから、それを出すことも,もう素晴らしいコンテンツだし、その本音が聞きたいんだよと思いますね。はい。で、その本音をね、甲斐さんの本音聞きたいんですけど、ワードプレス、ワードキャンプなんで、ワードプレスに聞、ね、きたい。しとかないとですよね。うん、さっきから全然ワードプレスに関係ない人ばっかりしますからね。確かに。ね、はい、ちょっとね、AI 使えますよって出てきたけど。はい、うん。まあ、当然僕もワードプレス十何年使ってれば、愛,愛着もあるので,で、ずっと自分でも使ってるけど、今、 その改めて文章を書きたいっていう人にワードプレスすごい進めづらいんですよ、うん、難しいんだもんワードプレスドットコムただなんだけどアカウント取るときになんか知らない名前のジェットパックって何ですかとかねそういうことが起きちゃうんでもう少し今ワードプレスはすごい CMS としては最強の市場に来ててもうウェブサイトのツールとしては無敵なんだけど今やってほしいのは僕らブロガーからするともっとブロガーよりもライトな人に文章を書くためのパブリッシングツールとしてそれこそタイトルいらない写真一発、うん ジャーナルみたいな機能を使ってなんかブログを書きやすくするとかなんかそういうところがあのブロガー視点ではちょっとワールドプレスそういうことが起きてくると嬉しいなと思ってでそのうちの一環が多分 AI アシスタントと思うんですけどちょっとまだね何、うん、かね、うん、そではないかなという感じがまだあるんで <laughs> はい高橋さんどうですかワールドプレス期待することなんかこういう集まりがあるとかできるとかっていう、うん ツールであんまりこういう AI の機能を充実させてほしいとかこういう機能を追加してほしいっていうよりはみんながちょっと困った時に声かけられるようなコミュニティのコアである存在ツールうん、うん、そういうツールであってほしいなっていうことであんまりなんだろう機能としてはないんですよねだからなんだろうあ,あったかいっていうのも違うし。 まあでも手軽なものでであってほしいですね手軽に始められるし手軽に更新できたり相談できたりみたいな、うん、っていうちょっとなんか感情的な <laughs> 期待になっちゃうんですけど、うん、僕はそんな感じですねはいねそんなワードプレスの期待を込めつつ僕らはまだひたすらワードプレスで文章を綴っていくので、はい、皆さんもぜひワードプレスじゃなくてもいいです極論こんなこと言うのもどうかと思うけど、うん、別にツイッターでもインスタグラムでも動画でも何でもいい静かなインターネットでもトってるのもいいので何かこう 自分に書くことがないと思わずに、気楽に写真一枚とかからね、なんか情報が増えてくるといいなと思っております。はい。ということで、あの、自分のためにも人のためにもぜひ、あの、発信をしていただけたら、我々嬉しいなと思っております。はい。はい。というところで、はい。質量とありまはい。ありがとうございました。はい。<laughs> <laughs> あります。これそうか、司会の方に、一回ね、マイクを返さないといけないですね。はい。はい。では、まず、お二人、 本編お話ありがとうございます。というところで、質疑応答、なんか聞いてみたいこと。あ、じゃあもう目の前から行きましょうよ。くあの、さっきやると、プラットフォームに置くのではなくて、自分で、自分の家を建てるみたいなあったと思うんですけど、自分なき後、そのサーバーはどうなるのかっていうのはやっぱり、 いつも考えてそろそろなんか人生の後半になって考えてきてそのプラットフォームに預けておけばそのコンテンツはそらくプラットフォームがずっと維持してくれるじゃないですか自分の多分最後カードの支払いが切れた時点でサーバー止まっちゃうわけでその辺なんか寂しくないかなっていうのについて何かお考えなことありますか 今その全ての本が集まるる図書館ってあるわけですかで本じゃなくてそれをェブでやろうみたいなのが多分動いてるっぽいので僕はもう亡き後だからそのドメインのね転送問題がどうしても出てくるんだけどなかったらここで探せばあの頃の僕のブログがあるかもしれないみたいな感じでその死んだら消えてくのってすごいもったいないというかその十何年前の情報とか読めるのはなくなっちゃうのはもったいないんでそんな形が誰がやるのかねその国がやるのかとか問題はあるけど。 なんかそういうことがあるといいいこととがな思ってますね自分では消したくないし残しておきたいなと思ってますはいなんかあります僕意外となくてなんかそんな残しておく拡張の高いもんでもないだろうと思ってるんであんまりでもそれこそあの本人は思ってないけどみんなには大切なものだったりするからうんあんまでも考えてはないかもしれないですねあとまあ奥さんがやっぱブログやってて同じサーバーに入ってるんで なんか、どうにかしてくれるかなって、淡い期待は,ちものは。しか来るじゃん。まあ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 ,まあ今思い出したけど、なんか、え、オートマチック社がどっかが、なんか、結構な額をれば100年管理しますみたいなのやってませんどなたか、なんか聞いた方いらっしゃるオートマチックですよね。なんかそういうのあったから、そら、そういえばあったなと、今、聞いといて思い出しました。<laughs> <laughs> ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょうどいいですね。確かに、 そういう感じで、あの、ブログではなくて昔のね、いろいろな書物とかもね、きっと失われたものあるんじゃないかなって思うと、まあ残ってたら使われるシーンはあるかもしれないし、そういうね、ビールがあったんだっていうのがね、残っているっていうのは情報としては大事なことなのかもしれないなって思うと、 100年と言わずもうあの地球滅亡まで残っていてほしい気持ちはちょっとあったりもな <laughs> すね黒歴史もあるんですよ、そんないですよ、ね、あの平安時代の書物とかって僕らから見たら文,文化遺産だけど本人たちからしたらただの日記ですからねですも、ね、それはやっぱり後線として価値になるのでこ、うん、れが紙だと残るのに引退だと残らないというのは結構僕は文化的にもすごいもったいないことだと思うので、うん、何か残すうがあっといいなと思ってます。うん、はい ちょっと残ってるからいいんじゃないですかね。<laughs> あ<の>全部残ってたら嫌だって感じですか <laughs> いらないっていうことなんじゃないのかなって。<laughs> 残るべくして残るものなのかなとは思うので。うん,うん、わかんない。でも、残せるんだったらね、方法はね、使ってもいいんだろうなともちろん思います。そうですよね。何かいい方法が、まあ、さらに広まっていくといいのかなとは思いますね。ということで。 えー、お時間になりましたのでこのお時間高橋翔平さん海山さんのお話でしたありがとうございました。